こんにちは、バサカモンキズのゲンゲンです。ということで今回もホラーゲームザ・パークやっていきましょう。続きから早速じゃあインパしていきましょう。あ、そう、前回観覧車の前でね終わったんで、今回観覧車に乗れるんかなっていうところなんやけど、うん、まあでもちょっと結構な、もう閉園後で空もだいぶ薄暗い感じやから楽しいかねっていう。まあなんか夜景がなありやったらええんやけど、そう、周りも山やからまあそれはそれで絶景なんかもしれんけどな。うん、ただこのちょっと、あ、でも結構あれや、星空すごいな。なあ、もうなんか大都会の空というよりかはほんまに自然の、自然しかないとこの、ほら月もまん丸やし、いい感じやな。これはちょっといい景色が見られるかもな。じゃあちょっとファストパスでファストパスでちょっと早めに、待ち時間もゼロでちょっと行くんやけど、シングルライダーやからかな。あ、操作盤あるぞ、ここも。うわー、速度出た速度出たよ、また。速度じゃあ行っちゃう？これ意味あんのかな？これ観覧車速いと怖いよね、やっぱり。どんどん上げよう、どんどん。レバー無音なん怖いな。うわ、すごいよ。これ怖い。怖すぎる。この観覧車ちょっと怖いな、さすがに。ちょっと外から見てみよう。うわ、こっから乗ろうとしたら多分死ぬよね。うん、そもそもな。これで乗れるんか。あ、乗れるわ。この状態で、じゃあ乗ってみるか。あ、動いてる間乗れないわ。ですよね。ですよね、やっぱり。いや、でも普通動いとるけどな、観覧車乗るとき。あんま止まって乗るタイプの観覧車ないと思うけど、むしろ。まあ、この速さはないと思うけど。あー、出た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 。割とすぐ減速すんねんな。もういい？これぐらいなら乗れる？あ、止まったよ。あ、ちょうど止まった。あ、チャドの後ろでね。てか、あれなんやな。結構、なんていうの。ガラ空きというか、こっちドアないんや。怖いな、それはそれで。こっちは普通にドアがあんねんな。うわ、すごい。これ、あれなんやな。何やったっけ、名前。この遊園地の名前。でかいんやな、結構敷地。People come into your life for a reason.Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some work. Don っていうのは旦那さんか、主人公。Flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. 座って私を見ていた。それはそれで怖いけど。How to describe that walk?We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. 話して笑ってやがてキスをしていたわ。それ多分お持ち帰りされとるよ。記憶にないんや。But I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, カラムを授かった日の話。According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment.And then gone. Oh. Sometimes people leave your life for no reason. I was ten months pregnant. Don 死んだ。 Fairy tale fucking over. なんやなんや。うるさいよちょっと。ゴゴゴゴ言うとる。ゴゴゴゴ。なんか飛行機の着陸の時みたいになっとる。うわ、すごいお利口さん。膝の上に手を置いて、すごいお利口さんで座っとる。もうちょっと堪能。うわ、またおる、またおる。あいつなんなんや、一体。あ、終わった。短い旅やったな。結構早いんや、観覧車。そんなに大きくないんやな。俺の地元の遊園地ぐらい。うん。
今もうないけど今もうないけど俺の地元の遊園地ぐらいの大きさやな。割とあの短い観覧車ね。まあでも楽しかったです。ありがとうございます。あ、これちょっと待って、出口と入り口ちゃうな多分。こっちや、出口。これはちゃんと守ろう、いくら閉園後とはいえ。うん、やっぱ遊園地側が定めたルールはちゃんと守らないと。身長制限とかもろもろあると思うけど。じゃあ次こっちに行くよ。次なんやろ普通に遊園地として楽しんでもとるけど、ちょっと次何に乗れるんか。あ、待って、ゴンドラが1台、なんか廃墟とかしたゴンドラがある。これ修理中なんか。え、これ危ない、なんかこれぐるぐる、あ、ほんまや、あそこや、あそこないわ、一個。だからこれぐる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 でポーンって飛んできたってことやろ、一個。いや、なんかもう、あれか。毎晩、あ、俺のせい、もしかして。俺のせいやったりする？俺がさっきなんか高速回転させたから、その瞬間にぐるぐるぐるポーンって飛んできたみたいな。でもそんなでっかい音せんかったから、俺のせいではないか。まあ、夜な夜ななんか高速回転しとんか。まあ、それぐらいかな。あるとしたら。ここやろ？ちゃうの？ここちゃうんや。え、どこや、じゃあ。あ、乗れるわ。うわ！なあ、やばい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 。え、もう片方は？もう片方は？ああ。もう片方は倒れとった。うわ、これ危ない。あ、でも取れるなったわ。よかったよかった。必要枠。これ必要枠や。うん。これはなんなんや。なんかのオブジェか。太陽みたいな形しとる。これは観覧車ではなさそうやん。あ、観覧車や。これも観覧車や。あ、ほんまや。一緒や、形が。まあまあまあ。ありがとう。じゃあ行くか。A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk, their fucking voices make me want to vomit. めちゃめちゃ小嫌いや。My angel likes to read. And little Johnny is so good on the piano. Fuck those people. You give up 9 months of your life carrying them. You traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave.Wiping asses, mopping up piss, feeding them, little life-sucking monsters who take and take and take until... We all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything!It served the little fuck right if I just abandoned him. なるほど。最初になんか不快になるシーンが、なんか表現がありますみたいな注意書きで出てきたけど、こういうことやったんやな。うん。主人公がめちゃめちゃ子供嫌っとる。なるほど。もうストレスになっとんや、子育てが。まあやっぱな、社会問題にもなっとるから、これはかなり深刻な問題ではあるよね。やっぱ子育てって大変やからな。うん、実際な。あ、待って。来た。メイン、メイン。なんか、メインどころが続くね。ここ最近ね。観覧車といい、ジェットコースターといい。しかも結構デカめよ、これ。割と。富士急とか長島スパーランドレベルではないかもしれんけど、それなりになんかでかいジェットコースター。これちょっと楽しみやな。あ、また回転扉や。好きやな。I always wanted to ride this one. こっちか。Never got around to do it before. あ、乗りたかったんや。うわ、じゃあええやん。せっかくの機会や、これ。乗ろ乗ろ。よっしゃ、じゃあ走ろ走ろ。ワクワクするね、これ。子供の頃思い出すね。俺子供の頃乗れんかったけど。あ、いいの？もう、早速。あ、待って、こういう、なんていうの？二人乗りみたいな。あ、じゃあ四人乗りか。めっちゃ小型のライドや。なあ、なんかその、名探偵コナンとかに出てくる長いやつじゃなく、こういうちょっと少数精鋭で行ってくださいみたいなパターンや。あるよね、たまにこういうやつ。
なんかな、あのネズミみたいな形のな、ちょっとあの感じの乗り物で、でなんか結構小回りが効く感じのキュンキュンって曲がるな。What have you done to him? あ、喋っとった。You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Where is Cal? 望んでない。The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is. The witch has him now. Has both of you.No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool, you always were. さっき捜査室におったやつやな、こいつ多分、おそらく。こいつなんなんや。うわ、来た。うわ。うわ、怖い。怖い怖い怖い。めっちゃ怖いやん。世界一怖いジェットコースターやん、これ。ドアに激突するスリルを味わえるのか。うわ、すげえ。なにこれ、なんか病院っぽかったけどね、あれ病院の扉っぽかった。病院じゃない。なんやなんや、長い長い、今回長い。うわ、ハラム、今の話はあんま理解できんかったんやけど、俺なんかヘンゼルとグレーテルのな比喩であれやけど、降りれるこれ。あ、降りれるわ。今なんて言った。なんて言った今あいつ。あ、出た紙片。やった、計算と調整はうまくいった。転送装置も貯蔵機構も完璧に動作しているようだ。なんと素晴らしい日だ。うわ、ガチなんや。じゃあそういうアトラクションなんこれ、ジェットコースター。なんかもうそのあの起伏に合わせてその次元をなんか転送されるみたいな、次元というかあの空間空間をなんか転送されるんや。え、じゃあガチなんや、あれすごっ。なんか XR ライドの進化系みたいな、ユニバのな、上陸感や完全に。自分が何の手助けをしているのか人々が知ってしまったら、もし一日の終わりにパークを不機嫌な気持ちで去る人がいたなら、子供たちがジェットコースターを楽しめずに怖がってしまったら、これは不死への入り口かもしれない。そしてその入り口は鍵を見つけようという意志を持った人間のみに開いているのだ。どういうこと、次何があるんやろうな。もうなんかそっちのワクワクが強いけど、懐中電灯今来る。まあ今までまあまだな、魔女が待ってる。うわ、魔女が待っとんや。確かにカラムはなんか魔女のところに行ったみたいな言いよったな。え、懐中電灯使えんけど、どうやって使うの。 I can help you, Callum. あ、これ呼びかけな。うわ、連れて行かないでってたまたまカラム呼んだら答えてくれた。連れて行かないでって、連れて行かれよんや、魔女に。これじゃあ、はよカラム助けないと。Callum has bruises on his arms. 朝があった。Finger marks. Someone has been hurting him. I've asked him, demanded really, to know where he got the marks. But he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. ちょっと前の話。Doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. I catch him staring at me at odd moments.え、感づき始めたんじゃんのそれ。お、母親に嫌われとるって。words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites my fingers. そうなんや。I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. But they are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. I can save him. There will be pain.But I love him in the end. このパークのあれなんか。He will understand why. このパークの差し金なんか、それは。あのさっきのなんかシルクハットかぶったやつの仕業なんか。はたまた別の何かか。うわ、なんか見えるよ、また。アーチ状の入り口が。懐中電灯なんなん
拾うだけ拾って使わんの？やっぱ電池の問題があるからあれな。うわ、なんか屋台や、屋台というかこれミニゲーム系のな、あるよね、ユニバとかディズニーにもあるから。うわ、閉められた。これだから、なんか何百円かでな、一回やるやつね。この時期には町中がショックを受けたわ。犯人、あ、なんや、事件があったんや。綿菓子死体が来場者に残した苦い後味。ハウローレル。綿菓子死体。綿菓子死体ってな、何その言葉。知らん知らん。聞いたことないねん。今まで生きてきて綿菓子死体は。昨日の夜、アトランティックアイランドパークの来場者が、綿菓子店の裏でバラバラ死体を発見し、ショックと恐怖に怯える騒ぎとなった。地元警察によると、まだ死亡者の身元は確認できていないが、発見された遺体は子供のものと思われるとのことだ。遺体はインスマス学院の生徒グループによって発見された。店の裏のちょうど見えないところで2羽のカラスが何かを取り合っていることに気がついたそうだ。アトランティックアイランドパーク経営者のナサニエル・ウィンター氏は以下の声明を発表した。特に幸せと喜びをもたらすことを目的としている場所で、このような事件が起こることは大変遺憾です。アトランティックアイランドパークはスタッフ一同、被害者のご家族やご友人の皆様に哀悼の意を表するとともに、関係当局と全面的に協力し、事件の解決に向けて取り組んでまいります。ソロモンクロニクルは毎日この事件の続報をお届けする。わー、なるほど。そういう痛ましい事件が起こったんやな、ここで。これだからアトランティックアイランドパークが関わっとるかどうかっていうことよね。ただその事件現場として使われただけなのか、いやでも関わってそうじゃない？これ。ここにあるってことは。なんかアトランティックアイランドパークがちょっと絡んどる気がするね、これ。まあまあ、こういう感じのですよ、という。あ、これぬいぐるみがな、もらえるやん。ミニゲームで。でここになんか綿菓子のあれがあるってことやんな。どっか綿菓子屋さんが、一番のこのなんもない裏の道を通ってきてもた。あ、でも裏の道でなんかあれか。死体が発見されたっていう話だったやろ。どこや、綿菓子屋さんは。ピックルドパンクス。ワックはジャック。あ、これジャックを、ジャックオーランタンをワック。ワックってなんかあの、なんやったっけ。なんかあれやんな。ネガティブな意味やんな。なんかあのラップとかで使われ、お、これちゃう？なんやこれ。うわ、痛いや、痛い。死体。一緒。Who did this to him? 誰これ。あ、動かんよ。ああ。これはでもカラムじゃないよな。え、これカラムじゃないよね。大人やんな、これ。なんか、あるぞ。ピエロが。海外はほんまにピエロ好きやな。ほんま。うわ、びっくりした。ちゃんと、ちゃんと視界に捉えられんかったけど、びっくりした。コントローラーぶつけてもたもん、テーブルに。え、なにこれ。ちょ、待って、首痛めたわ、今ので。マジでびっくりしてんけど、今。完全に油断しとった。なんや、これ、どうすればいい？あいつ追いかけんの？ここでも開いてないよ、まだ。扉が。門が。門が開かんと、俺進めへんから。あ、なんかある。これちゃう？薬を飲む？あ、綿菓子屋さんや。コットンキャンディー。ここや、綿菓子屋さん。うわ、どうするこれ飲むしかないか。These are mine. お前のかい。あ、ドン。ドンって回答。旦那さんのこと大好きやったんやな。どこや。何これ。His daughter is hot。 これな、どういう場所。さっきのあのジェットコースターの時の場所か、これ。 Not safe って書いてるけど、この扉か。扉が何個かあるけど、あ、こっちが開いとる。わ、なんやこれ。さっきの場所やけど。あ、待って、どっから来た俺。どっから来た俺。消えてもた、さっきの部屋。うわ、なんや。
なんかある。これか？わー、すげえ。ポーンって。ボーリングの球ってああいう気持ちなんか。Don't touch me. うわー、来た、カラム。うわ、新聞。新聞ちょっと気になるから読んじゃおう。カラムおるけど。未来新聞。何そのなんか、学校とかに掲示されそうな感じの新聞。未来新聞。高校生新聞みたいなね。ローレル&ハウディ責任編集。ローレル&ハウディ責任編集。へそとは、己の創造者の印である。その名を母という。おぉ、確かに。17番目の子供は罪深きを引き寄せ、沿岸の歪みの吹き出た炎で全地を得た。我々はこの大地が虐待されたヤギやシャムロックの死後だとは思わない。正義の怒りを持つ、ありのままのスズメのみが、不正信頼運動の中で戦争の交差する亀裂によって分断される。ボーモントは島へ来る。タリスマンを持ち、堕落の正当性を縛る封印を粉砕する。そうして初めて司祭たちは銃を撃ち、不死だらな女は正体を表し、主婦は偉そうに語り、遅れてきた救世主が、タンゴとキャッシュを助けに飛ぶのだ。軸を握る甘味な妊婦は、軸をひねり、第三時代の炎から第四時代の闇へと失踪する。神々は砕けた地表でもだい苦しむ。ガイアは甘く優雅である。しかし彼女はもう長くない。重い拳の巣は皇太子と、天と神のポルノが描く、文字の女優たちの前に現れ、壊れる。全地の目は、今後10年間にわたってこの事件の、最新情報をお届けする。なるほど。これは、すごいことを聞いたな。じゃあカラム追いかけようか。カラムどこ行った？あ！開いとるぞ。この先やな。わっ！なんや？なんやこれ？わあ！これからだろ？カラム探しは。カラム探しが盛り上がってきたところやろ。あ、元に戻った。何の薬なんあれ。ただただ幻覚を見る薬やん。まともな薬ではないことは確かに。The park is a collage of contradictions all of its own. いや、比喩多いな。何や、矛盾のコラージュ。Millions of people die every year in car crashes.And the park has little cars designed specifically to simulate that action. Hear the children scream with joy. In the sideshow alley, you can walk away with 15 cents worth of mass-produced Chinese teddy bears while a grinning carny pockets your hard-earned $5. And what secrets lie beneath the sullen waters of the lake? The tears of jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide.And the face of the witch looms over it all. I've always despised her toothy grin and warty nose. I hate that sparkle in her weathered, watchful eyes. I think Callum is waiting for me. Inside. あ、この中？あ、そうなん？え、どれ？これ？あれ？これ？もうちょい近づいてから言うて。あ、あ、戻ってきた、戻ってきた。あ、こっから登ってきて。狭っ。アトランティックアイランドパーク狭っ。意外と。てかこいつなんなん、情緒不安定な。なんかなあ、あのエスカレーター登った時とかなんかその遊園地はあの夢そのものだみたいな。ちょっとどんな文言やったか覚えてないけど、なんか遊園地はなんか私たちをなんて私たちは遊園地から出たくないみたいな、私はもう今だってワクワクするみたいな、遊園地に行くとみたいな、帰りたくないみたいな言いよったのに、急になんか一周して急に遊園地ディスり出すっていう、マジでちょっと頭おかしいんじゃないのこの子。こんな主人公に感情移入できんことある？何これ。あ、これはええんか。え、入っていいっすか。これちょっと楽しみやな。いや、なんかちょっと、実はさ、あれやないよ。後悔しとってん。これだって一番最初にさ、通り過ぎたさ、アトラクションで、この後のなんかそのヘンゼルとグレーテルのやつとか、なんかバンパーカーとか、観覧車とかジェットコースターとか全部乗れたから、これも実は入れたんちゃうのみたいな。そう。
うわ待って素通りしてもた、そういうのやと思わんかった、そういうゲームやと思わんかったから素通りしてもたって思っとってんけど、入れるのね、ついに今じゃ入るタイミングなんや。うわすごいね、ラスボス感がすごいよ。いやこれだけはやっぱどういうアトラクションかわからんからさ。あ、ここで使うんや、懐中電灯な。ここ用ね。うわ、すごいぞこれ。うわ、チャドがおる、チャドが。リトルチャドが。リトルチャドが お出迎えや、ここで。なあ。毎回同じポーズして、あいつ。終わった。アトランティックアイランドパークはゲートを閉じた。ゲートに重い鉄の錠前をかけていると、それを嘲笑う住民たちが集まってきた。理解の及ばないものを恐れる。心の狭い愚か者たちめ。私の機械は静かに横たわり、活力を失っているが、私はまだ諦めてはいない。妻と息子をボストンへ返し、この恐怖の館にこもっている。考えなければ。何を言うと何を言うとお前は。誰かもわからんやつ。わ、乗れんぞ。乗り場があんのか。なんか。あ、これは、あ、待って、カラム、これウォークスルータイプ。ウォークスルータイプやから、あの、ミッキーの家とミートミッキータイプや、これ。なあ。うわ、何やばい。あ、お化け屋敷なんや、これ。そういう系ね。はいはいはい。うわ、映らん。え、どこや？あ、こっから来たの。うわ、待って、やめて。今は消えないで。もうちょっと頑張って。今消えたら俺入り口に戻るけど。話進まんけど。今消えたら俺戻らざるを得んよ。うわ、でかい。なんやこいつ。待って、なんかおるよ、また。でかいのが。うわ、チャドや。うわリトルチャドや、リトルチャド。こいつまたおるぞ。ちょっとでっかくなっておる。急成長したんやな。最初俺脅かしてきてから。俺のなんか悲鳴を聞いて、それを養分に書いたんかな。モンスターズインクやな。あ、意外とちゃんと裏もあれや、ペイントされとるんや。なあ。両方から見れますよっていうね。こだわりを感じるね。あ、ここ先カラムが通っとった。うわ、出た。おるぞ。シルカット。こいつや、黒幕。黒幕ってほど、隠れてないけど。割と堂々と俺の前に出てきてるけど。こっちもいけるよ、一応。あ、うわ！いや、俺は今、頂上的な何かに、あれなんか、直面しとるんか、それともこの、本来のアトラクションなんか、これが。どっちなんや？どっちのあれこれ。え、これ合っとる？え、合っとる？わからんわからんわからん。合っとるんかこれ。行き止まりやけど。待って、あ、紙片。来た。事件で偶然として済ませることはできない。パークは機能しているが、その本来の機能に何かが干渉している。まるでここの空気までもが私の集める力を汚染しているかのようだ。数名の事故死くらいは構わないが、従業員が刃物を持って暴れては人々の注目を集めてしまう。できればあの青い制服には、どちらにもこの場所の細部を調べさせたくない。スティーブについては残念だ。彼のことは結構気に入っていたのに。なんやあの青い制服って。警察？うわ！新手や、新手。新参者来た。見せないで、見せないでじゃないの。なんなんそれ。謎の場所にベンチあるな。ドアがあるよ。あ。うわ。出た。出たぞ、あいつ。熱っ。火花熱っ。アヒルの子供が出かけたよ、言うて。なんかわからん歌歌っとる。ドアを開ける。うわ、地下や地下。これ普通のお客さん知らんとこちゃう？
スタッフオンリーみたいな。開くぞ。あかん。ここは？あかん。このなんか開かない窓。地下やからな。じゃあもうここや。ちょっと。はいはいはい。あ、なんか絵がある。なんやこれ。なんやこの部屋。あ、調べる。表紙、悪夢のサーカス、フェアンコマチョ。裏表紙、初演の夜にサーカスは全焼し、何十人もの犠牲者が出た。グレイテストショーマンやん。初演じゃないけど。罵声が飛び交う中、オーナーは怒り狂った町民たちによって殺害された。今度は邪悪な心を持った放浪者レイヴンが、行方不明の母親を探し求めて夕暮れ時の廃墟にやってくる。さあ、ショーを始めよう。これがだから、悪夢のサーカスということですね。ちょっとじゃあ今度借りますわ、図書館で。After they let me out, they gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home bit a sweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. え、ここ自宅？ Where there had been warmth, there was a bone deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read.My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum and did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now, lost and afraid. Things never got any better. ここ自宅なん？私の家、ここ。あ、確かになんか玄関っぽいな、ここ。今見たら。まだ転送されたんか、空間を。これな、通知。供給停止通知。お客様の料金のお支払いにつきましては、先日来再三にわたりご請求申し上げておりましたが、お支払いが確認できないため、誠に不本意ながら送電を停止させていただきます。つきましては以下の手続きをお願いいたします。最後にお送りした請求書に記載の料金をお支払いください。555-7868にご連絡いただき、お支払いの見通しが立ちましたらすぐに送電を再開させていただきます。これが何らかの間違いだと思われる場合は、555-76、うん。ほう。お支払いが不可能な場合は、最寄りの福祉事務所に連絡いただき、ご自身や大切なご家族の生活に関する相談を行ってください。メイン州の冬は寒く厳しいものです。電気のない生活は命に関わります。ダンウィッチ電力会社。わーお。これはだから俺らの話？俺らの話っぽいな。調べる。表紙、上。ドナー隊の真実。裏表紙、1846年4月16日、ニバ社の一隊がカリフォルニアへ向かい4000キロの旅に出発した。8ヶ月後、一行はシエラネバダ山脈で遭難。残された食料はごくわずかだった。他に類を見ない西部開拓史上最大の悲劇。そして今、ドナー隊が厳しい冬を乗り越えるために、食人に頼らざるを得なかったという有力な証拠がドナー隊の専門家によって明かされる。ほう。ドナー隊の子供たちがどのように、兄弟を食べることを強いられたのか、語られることのなかった真実を本書が暴く。全ページが衝撃の実話。おー、食人ね。カニバリズムね。なるほど。これがだから、上。うん。これもじゃあ図書館で借りようかな。ここなんかカラムの部屋っぽいな。勉強机があって、ここに。ベッドがあって。このベッドとかちょっと、子供っぽい感じのデザインやから。うん。あ、これカラムの帽子や。絶対そう。これ何？中日ドラゴンズの逆みたいな。うん。うわ、すげえリアルやな、質感が。このあの、ツバの先端のなんかちょっと、色あせとる部分。はいはい。で、何？で、何？うわ、ルービックキューブや。これ俺できひんのよ。ルービックキューブ。ああ。見るだけね。あ、絵を調べる。I love you. From カラム。出た。大好き、カラム。カラムのファンみたいになっとるやん。
多分お母さん宛てに書いたんやろな、あれ、おそらくな。あ、すごい。こういうお人形とかあって。これ何やろ、タバコ？タバコあるよ。ラッキースター。ラッキースター。ラッキーストライクでもセブンスターでもなく、ラッキースター。うん。これ、あかんくない？カラムの部屋にタバコあんの。ちょっと、なあ、危ないよ。規制入るよ、これ。調べる。ザ・ウィルティング。なんや、これ。失望。スーザン・アンスコム著。スーザン・アンスコムはこの作品で同世代の SF 作家中で、最も重要な作家の仲間入りをした。失望。太陽フレアが地球を襲った。ああ、なるほどね。いや、俺らも人事じゃないからね、太陽フレアは。何百万人もの人々が故郷を追われた。若い気象学者が地球の加熱を止める方法を必死に模索していた。チャンス・オハラという名のストリッパーが世界救済の鍵を握っていた。またしても。力強く刺激的で壮大。アンスコムらしさが十分に詰まった作品。チャンス・オハラが帰ってきた。しかも以前にも増して大きく強く大胆になって。DVD かな、これ。うん。ブルーレイや。あ、ちゃうわ、本や。本です。これがだから失望ですね。うん。これも図書館で借りようと思います。こんな感じか、カラムの部屋は。ここは台所やな。キッチン。うわ、なんか水の音聞こえる。うわ、出しっぱや。なんか出たな、さっき。あ、これか。なんでレンチあんの？ここにあるもんじゃないよな。あ、あれか、水のトラブル、クラシアンみたいなこと。これなんや。牛乳、チーズ、パン、バター、コーン、ジャガイモ、リンゴ、コロッケ。忘れずに。カラムを預ける。電気代、蛇口の修理。あー、やっぱ蛇口修理せなあかんねん。すごいね、なんか。乳製品多いし、ジャガイモ買ってコロッケ買うんかいみたいな。作れや、じゃあ、みたいな。まあ、お金なかったからな。うん、お金なかったらしいから。うん。ジャガイモも買うけど、コロッケも買うっていうね。ジャガイモ好きなんやな。まあまあ、ええやろ。それは家庭、ご家庭にな、事情があるから。お、開けれるぞ、やっぱ。うわ、なんかすごい肉ある。うまそうやな。あの、リンゴ、ちゃんとジャガイモもあるわ。下に。ええー。で、なんか奥にスポドリみたいな、水みたいなのがあってな。うわぁ、これなんか貧相な冷蔵庫やな。ちゃんと海外っぽくでかいのに。そうでもないか。開かない。じゃあこっちや。この辺は大丈夫？この辺は大丈夫ね。ちょっと次セーブ入ったらやめたいけどな。え、なんかあれかな？中途半端かな？ここでやめる。あかんか。赤いよ、なんか。どんな家？あ、リビングや、リビング。これは？手紙。長いな。ロレインへ。あなたから手紙が届いてすごく驚きました。あなたは何年も前にお父さんと逃げてこの街から姿を消しました。やっとのことで居場所を突き止めても手紙の返事は一切くれませんでした。それで今になって助けを求めて手紙を送ってくるなんて、私には新しい家族がいるし、新しい人生があります。あなたのお父さんはひどい男でした。あの男と年月を無駄にしたことを後悔しています。私はあなたのことを愛していました。本当に愛していたけれど、年々あなたは父親に懐いてきました。あなたはあの人の子であり、私の子ではありませんでした。それでも私は親権を求めて戦ったでしょう。あなたがあの人と逃げていなければ、本当に傷つきました。でも私は生きていかなくてはならなかった。あなたを私の人生に再び迎え入れることは、開いた古傷をえぐるのと同じです。ロレイン、ごめんなさい。とにかくできないの。いつの日か気持ちが落ち着いて、カラムにも会えるかもしれない。でもまだ無理。まだ私はあなたを許せない。もう連絡してこないで、カレン。これはお母さんか？ロレインが俺。で、お母さん。ロレインの。ロレインがだから、お父さんと逃げて、で、なんかお父さんに懐いとったんやな。で、真剣お父さんが持って行ってしまったから、ロレインの。そういうことなんかね。で、あの、ロレインがちょっとお金に困っちゃったから、このお母さんのカレンに、助けを求めたみたいな。そういう感じかね。ちょっと間違っとったらごめんなんやけど。そういう感じにちょっと捉えられたけど。タバコは吸うんやな。ラッキースター。
金なくてもタバコ吸うからね。なんかタバコ吸うやつはなんか知らんけど。どういう理屈か知らんけど。うん。おもちゃを調べる。何これ。このなんか、柔らかい木製みたいな。ちょっとこの輪の部分がギュウギュウすぎてちょっとプニュンってなっちゃったよみたいな木製ね。この辺、あ、また手紙あるよ。手紙まとめておきな。わからんくなるよ。メイラード様、本日の面談で合意しました通り、当院は患者様の病状が完全に回復したものとみなします。この文書は患者様が心身ともに健康であり、いつでも職場に復帰できることを証明する正式な通知です。以前の薬は服用を中止し、残っている薬は処分するようにしてください。もし病気の再発を感じることがありましたら、直ちに担当医師にご連絡ください。患者様のご健康をお祈りします。ダンウィッチメディカル、医師、スペンサー。メイラード様って誰や？私？まあ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 、こんなもんですか。まだ部屋が奥にある。ここは何？あ、なんかあるぞ。ん？あ、これか。手紙や。ちゃうわ。ダンウィッチ緊急サービス。ロレイン・キンバリー、あ、やっぱ私や。ロレイン・キンバリー・メイラード。うん、ミドルネームもある。キンバリー。なんか、ありそう。アパレルブランドで。キンバリー。バーバリーやないか。収容日1977年10月17日。あ、やばい、シリが反応した。ごめんごめん、カレンダー出てきてんけど。カレンダー出てきて文化の日紹介された。なんか知らんけど。なんなん？単位日1977年11月10日。診断、うつ病。はいはいはい。やっぱうつ病やったんやな。そういう、だからノイローゼとかそういう類やんな。精神分析所見。妊娠初期に始まったうつ病に苦しんでいる模様。面談の内容からうつ病の発症は6ヶ月前に亡くなったパートナーのドンを失った悲しみに起因していることが明らかである。父親との未解決の問題もいくつか存在する。入念な観察をしばらく続けた後で、電気経連療法などのこの疾患に対する一般的な治療を行った。効果が見られ、症状は急速に回復した。退院後推奨処置。地域の医師による週ごとの経過観察。リチウム系の気分安定薬を処方。退院真相。カラムという生まれたばかりの子供がいる。当患者に検討式障害及びうつ病の症状が現れ、産後すぐに養護施設に入所した。退院後の推奨措置に従って治療を続ける限り、子供を当患者の元へ返しても問題ないと判断した。適切な養育者となることを確信している。住居を所有しており、雇用主のスージーは職場復帰を歓迎するとのこと。近所に住む女性のノーマクリードからは、当患者が勤務している間、カラムの面倒を見るとの申し出があった。ほう。このサポート体制を踏まえた上で自信を持って、当患者を施設から送り出せると考える。服薬指示。セルトラリン錠。キングスマウスのフラッグ薬局で調剤可能。まずは 10mg の服用から始め、その後担当医師の指示に従って量を増やすことを推奨した。結構だから、一応、精神科にかかっとったけど、割と、難なく退院したというか。うん。さっきも書いとったけど、近所の人もカラムの面倒を見てくれるって結構万全な、協力体制は整っとったんや。うん。薬も服用して。でもなんかちょっと、あれか。割とすごい、なんか心に闇を抱えてらっしゃるから、この、ローレンスやったっけ？ロレンス。なんだっけ、名前。名前何やったっけ？ロレインや、ロレイン。ロレインな。はいはい。キンバリーはかなりもうその出産を経て、かなりあれやな。ちょっと心に闇を抱えてしまったみたい。メイラード様、ドナルド・ウィリアム様のご遺産の、調査が完了しました。大変残念ながらウィリアム様のご遺産、事故死による死亡保険金を含むの第一次受け取り人は個人のご両親であるローズ・ウィリアム様とリチャード・ウィリアム様とする記載がございました。弊社はウィリアムご夫妻と連絡を取り、ドナルド・ウィリアム様のご子息、カラム様の誕生をはじめとしたメイラード様の現況を説明させていただきました。誠に残念ではありますが、ご夫妻は当方の提案を受け入れてくださらず、医学的に血縁関係を示す法的証拠がなければ、メイラード様にドナルド様の遺産を受け取る資格がないと主張なさっています。ああ、そういうことか。これ、ドナルドっていうのがドンや。旦那さんの。ロレインの旦那さんのドンで。で、この、事故死して、
この遺産の相続問題よね。またこの件に関して今後一切連絡を取らないでほしいとのご希望も伺いました。私としましてはこれがメイラード様の経済状態に好ましくない影響を及ぼすであろうことも理解しておりますので、本通知に請求書を同封させていただくことを非常に心苦しくも思っております。重ねてお詫び申し上げます。弁護士エドワード・ステープルトン。わあ、弁護士通してまでこの遺産相続問題で遺産もらおうとしたけど、これだから弁護士費用もな、かかるっていうことで、うわ、これ二重苦やな。あ、最悪や、これ。これだから罪よね、もう。なあ。このアトランティックアイランドパークなんか来とる場合ちゃうわ、これは。うん。大変や。うわ、窓地下があるよ。来た。開かない。こっちも開かない。なんか誰か言うとるぞ。喋っとるぞ。わ、同じ部屋やけど、これ。どうする？悪夢のサーカス出た。悪夢のサーカス出た、これ。え、これなんかあれか、俺が見過ごしとるやつがあるってこと？全部触れるまで通さないよ、みたいな。そういう感じか？あ、これは見てないな。ロレインへ。何かおかしなことが起こっている。それは確かだ。だから説明させてくれ。これは多分僕が家から遠く離れた場所で働きすぎているからなんだ。毎日パークで働いてどんどん悪化している。心の中のゼンマイがどんどんきつく巻かれていくみたいに。あ、これドンがパークで働いとったんか。仕事が終わって飲みに行くとちょっとマシになる。みんなリラックスして笑ってまたいい人たちに戻るんだ。おかしな状態で君のところに戻りたくない。でもこの仕事が終わったらここを出なくてはいけない。街に戻らなくてはいけない。そこではもうこんな思いをすることはないだろう。愛してるドナルド。PS、子供の名前を考えてたんだ。男の子だったらカラム、女の子だったらエマがいいな。何そのポートガス・ディ・ルージュみたいな。これは上出た。上出ました。帽子はもう見れへん。ルービックキューブも、あ、見れる。うわ、待って、これ何、なんか大事これ。うわ、わからん。多分、大丈夫やと思うけどな。え、よし、あ、これな、これ見たわ。他は？出た。ラッキースター。あ、出た。待って、先にこっち見して。失望出た。失望や。これじゃあ飲むよ。あ、ちゃう。うわ、このラジオからなんかめっちゃ、あ、これは飲めんのか。じゃあ行くか。待って、カラム、カラム、僕に触るな。すごいな、潔癖症か。カラム潔癖症説出てきた。ここ行けるんか。ちょっと待って、これ見せて。あー、出た、これ見たな。ラッキースター、ラッキースター、ラッキースター、すごい、ラッキースター大量発生や。うわ、あかんわ、無理や、ドア開けよう。うわ、待って、ジャガイモなくなっとる。ジャガイモとリンゴ、あと奥のスポドリ。うわ、なんかめっちゃ歌っとるよ。うわ、出た、これな、カレンからの。私は逃げてない、お父さんに連れてかれたの。あ、そうなんや、ロレインだから不本意やったんや。お父さんに無理やり連れて行かれたんや、ロレイン。あ、これな、赤字で。びっくりだ、最初赤ペン先生から訂正入っとんかと思って。うん。カレンの文章力がちょっと、未熟やったから、赤ペン先生が直してくれたんかなと思ったけど。これだからロレインの、な、あれやったんや。走り書きやったんやな。あ、そうなんや。じゃあだから、カレンは誤解しとんやな。これな、おもちゃ。これじゃあ誤解解きたいな、せっかくやったら。通知を読む。これは？あ、ウィリアム、新しい時をありがとう。とても素敵。幸せな人参の気分。どういうこと？どういうこと？幸せな人参の気分はちょっとわからんねんけど。うん。その表現はちょっとわからへんな。出た。あ、これな、さっき読んだやつや。これは別にあれか。訂正はないか。訂正というか、更新はされてないね。じゃあちょっと行きますか。出た。うわ、またやぞ、これ。永遠ループ。セーブ全然入らんし。
セーブ全然入らへんから。やめれへん。ここや、ここ。正面しか開かへん。あ、これ何？あ、悪夢のサーカス出た。悪夢のサーカスや。これ。これ悪夢のサーカス。あ、待って、人形落ちとる。手紙を読むってある。焦げとる。手紙が燃えている。仕事が終わって飲みに行くと、ちょっとマシに、あ、これ読んだな。これ読んだわ。こんなとこにあったっけ？ん？これは？読めん。これなんや？上や！これ上や！出た！上や！うわ、帽子落ちとるぞ！調べる。うわ！なんか、帽子も燃えとるし、血がついとる。ルービックキューブは？ああ、変わらんわ。文字が書かれとるだけや。ええや。ええも変わらんな。うん。変わらんわ。うわ、ラッキーさん。あ、人形もげとるよ。顔もげとるよ。ラッキースターは変わらへんな。うん。ラッキースターはいつでも変わらず、変わらない姿で俺のことを待っとってくれるわ。あ、薬ね、これ。うん。これも大丈夫や。これなんや？失望や、失望。これ失望や。あ、ここまたあるな。あ、なんかあるぞ。うわ、牛乳セルトラリン、チーズセルトラリン、パンセルトラリン、バターセルトラリン、コーンセルトラリン、ジャガイモセルトラリン、リングセルトラリン、コロッケ。すごいこれ。サブリミナル効果みたいになっとる。忘れずにもっと薬飲む。アトランティックアイランドパークのチケット。うわ、パークチケットシレット買っとる。金ないくせに。これは？うわ、なんかあるぞ。ええや。なんかでも、バケモンみたいなの書いとる、車の中に。多分、カラムとロレインなんやろうけど、なんかバケモンみたいな、宇宙人みたいな顔になっとるな。まあまあ、閉めとこうか。あ、出た。ページが破れている。まあ、文章は大体、一緒かな。うん。うわぁ。うわ、出た。あれや。そう、トントントン。聞こえるこれ。何やったっけあれ。何の曲、何の歌やったっけこれ。あ、そう、イートーマキマキや。イートーマキマキ。イートーマキマキ流れとる、今。ソロモン島の歴史？急に？急にこの難しいやつ。今までだから、なぁ、悪夢のサーカスとか、上とか、失望やったのに。急にソロモン島の歴史学び出した。通知ね。ああ、これで幸せな人参の気分。これはまあ変わらず。まあちょっと汚れたぐらいやな。うわ！やばい。これも、来とるぞ。あいつの魔の手が。すぐそこまで。もうだ、ドアすら置いてくれへんもん。やばいやばいやばい。こっち開くか。あかん。やばい、あいつの声が聞こえる。開かない。ここや、じゃあ。おるか、あいつ。あ、これなんや。あ、これ悪夢のサーカス、悪夢のサーカス。人形だらけ。これなんや。上や、上。これ上や。うわ。うわ！目がジョクジョクや、これ。次。うわ！目がジョクジョク。これもあるって。うわ、目がジョクジョクや。これ、ルービックキューブも変わらず姿でな。変わらぬ姿で。調べれる、これだけ、なんか。うわ、これすごいわ。ちゃんとくぼんどるわ、目の部分。職人のこだわりを感じるね。うわ、人形だらけや。人形好きやな。ホラーゲーの実況始めてからすごい人形の見る頻度がエグいんやけど。いろんな人形が出てくるから。これ何？失望や、これ失望。なんかもう一個調べれる。うわ、これロレインとドンや。知らんけど。私の親友二人、ドンとローラ。ああ、そうなんや。ローラか。ローラとドン。うわあ、嫌やな。なんか、自分の好きな人が、異性とスキンシップな、あんなとっとったら。あ、買い物リスト。うわ、セルトラリン、セルトラリン、セルトラリン、うわ、もう、サブリミナルのサノジもなくなった、これ。忘れずに、お前は一人。あ、待って、まだ下がある。あ、ちゃう。下があるよ。誰にも愛されていない。カラムはもう昔とは違う。うわ、何これ。誰こんなこと書くの。これはちょっと警察に相談した方がいいかも。
あかんな。絶対あかへんな。なんや？うわ、開いた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 ぞ。おい。うわ、なんか人形焼かれとる。なんか昔猫を電子レンジで温めてみたみたいな動画流行ったけど、その類やな、これ。これなんや？アイスピックデカめのやつ。あ、取れはせんねん。見るだけや。鑑賞用。鑑賞用や。懐中電灯使えば。懐中電灯使っていいよ。ドアを開ける。開かない、開かない。あ、あれ？いけとる？いけとる？あれ？何？あ、どこが開いた？どこが開いた？なんかドアが開こうとしたけど。あ、開いたわ。どういうこと？何何？何何？何何？え、怖い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 。あかんのかい。人形がすごい。めっちゃリラックスしとるこいつ。これは？あ、もう読めんわ。君はなんかあんのか。君は見んでいいのか。トムジェリやっとるけど。トムジェリーみんな好きやろ、子供は。これ読める。わ！メイラード様、本日の面談で合意しました通り、当院は患者様が手に負えない異常者であるとみなします。はっきり申し上げます。患者様は心身ともに健康な状態からは程遠く、周りの人間にとっては脅威でしかありません。唯一の逃げ道は薬物であることを理解するようにしてください。ありったけの薬物です。口で吸って鼻で吸って、静脈に注射して、可能な限りあらゆる方法で可能な限り頻繁に服用してください。患者様の人生を向上させられるのは薬物だけです。もし病気の再発を感じることがありましても、正直誰も気にしません。お前を助けられる者などもういない。わかったか？うわ！ダンウィッチメディカル医師スポック？いや、スペンサーやったよ、最初。おい、スポックあかん、これ。やぶ医者や、スポックは。スペンサー出せ。出た。毎回干渉用やね。干渉用の薬一番いらんやろ。あ、通知来た。だ、幸せな人参。幸せな人参、ここまで修羅場になっとるけど、一貫して幸せな人参なんよ。うわー、待って、こいつ、こいつもなんか血塗られとるけど。誰の仕業これは。まだまだ続きます。はい。まだまだ続きますよ。ここそろそろ開く？あかんな。ここいる？もう。そのうち開くんやろな。はいはいはい。行くよ行くよ。これ何？これは？悪夢のサーカス。これ悪夢のサーカスや。他何か気になるもの。これは？上や。これは上。うわぁ、待って、ちょっと散らかっとるよ。うわ、何？何や？すごい。あ、これ何？失望、失望。これは？あ、ドンとローラ。これドンローラ。ドン&ローラ。うわ、垂れてくる。これ、やばい。垂れてくるよ。あ、帽子とルービックと。うん。うわ、揃った。あ、誰揃えたんこれ。すごいやん。時間はかかったけど、一応全面揃えるんや。すげえ。ちょ、ベロ噛んだ今。すごいね。ようやったな。あ、ラッキースター、ラッキースターはもう変わらぬ姿で。うん。ありがとう。うわ、なんや。あら。ごめん、あの、誰と誰誰と誰と誰なんこれ。ロレインはおる？これ。あ、でも俺か。ロレインは俺や。これ見れる？あ、文字が切り裂かれている。忘れて、ドン。お父さん、あ、違う。ちょっと無理です、これは。うん、手に負えません。ドアを開ける。無理です。冷蔵庫。うわー、チーやチー。俺、クマ。なんか、何これ、植物入っとる。やばい。これ、薬いる。薬飲まして。やばい。やばい。ええか、もう進もう。なんや、なにこれ。何これ。スモーク出てきた。無理や。無理や。どうすればいい？
手紙を読む。あ、読めん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 、もう読めんわ。あ、これこれこれ、調べ。あ、飲めん飲めん飲めんわ。飲めない意味ないから。これ出た。これなんや。ソロモン島の歴史来た。ソロモン島の歴史、ソロモン島の歴史は変わらへんからな。うん、過去は変わらへんのよ。うん、だからソロモン島の歴史も変わらへん。たとえ俺たちが変わってもソロモン島の歴史だけは変わらない。あ、ここもうなくなっとるぞ。あ、通知あるわ。腐る私を見ることになる。うわ、すごい。これかなりあれやな。ちょっと工夫せなあかんね、これ作るの。あの縦読みとか結構一時期流行ったけど、あれより難しいわ。うわー、出た。はいはいはい、じゃあ次。あ、いける。あ、いけるわ。はい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 。あ、ちょっと音が静かになったね。おい、あ、いつ開くんこれ。いつ開くねん。開くかセーブするか。あ、新手、新手の場所や。すげえ。Stories are told again and again, and from their shape we build our understanding of the world. Two children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. ヘンゼルとグレーテルね。The child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. あ、ここ魔女の口か。In the oldest version of the story, the mother and the witch were the same person.I never wanted to be the witch. But I am. Aren't I? お母さんが魔女やったんや。でも魔女の入り口、一番あの入り口近くにあったけど。迷子になった末にたどり着く場所、入り口近くない？下がいっぱい本あるよ、これ。え、ここに、あの、悪夢のサーカスある？ここに。借りれる？貸し出しか？悪夢のサーカスは。あ、なんかあれ、これ悪夢のサーカス。あ、じゃあこれあれちゃう、ソロモン島の歴史や、多分。これ多分そうや、ソロモン島の歴史や。詩編を読む。なんやこれ。今日子供たちが侵入した。最後の笑い声を聞いたのはもう何年前の話だろうか。私はそのうち一人を捕まえた。我慢できなかった。素早くやったので他の子供たちは気づかなかった。私は学院の生徒の笑い声が気に入った。私は彼を台の上に横たえた。息ができなくなるまでくすぐった。私の機械は命を引き返し、彼の呼吸と笑い声に合わせて回った。なんやそれ。これはうまいやり方だと思った。機械が私の中に起こした変化はまだ完全ではなかった。他にも台に乗せられる子供がいるはずだ。何を言うてんの？あ、なんやこれ。輝きのない目。お前のことだよ、ロレイン。お前の電気ちゃう？輝きのない目は。あ、これから流れとんや。ええ曲やな。レコードだけもらっていこうか。再生できんけど。広いな、やっぱ図書館な、これ。魔女の家の図書館は広いんやな。なんやこれ。ヘンゼルとグレーテル来た。なんや？うわ！ヘンゼルとグレーテルきっかけで開くんや。ヘンゼルとグレーテルを手に取ることで開くんや。すげえな、仕掛け的に。すごい仕掛けやな。うわ、ちょっとなんかあれやな。いや、火吹いてますやん、もう。遊園地の裏みたいな。お、なんや、ムービーや。キャラム。キャラム。キャラム、キャラムっていう発音。うわ、やばい。台の上に横たえとる。キャラム。あ、割とシンプルな台や。キャラム。やばいぞこれ。キャロム。うわ、チャドおる、チャド、リトルチャドおるぞ。気をつけろ。まずいまずい。気づいて。あ、うわ、うわ、やばいやばいやばい。やめて、キャラム、キャラムを助けて。やばい、誰かの血がついとる。感染症の恐れがある。うわ、ほんまにやりやがったこいつ、ほんまにやりやがったこいつ。
さすがにそこまで俺思ってなかったよ。ほんまにやりよったな、お前。知らんぞ、俺。なんちゅう顔しとんの？え、動ける？ああ。長かったね、今。変な顔で止めたらんといてよ。わっ。 Hey, Lorraine. Lorraine. 出た、これ、ありゃ、入り口の事務所や。 Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. わ、同じこと言うとる。ラッキースター、ラッキースター。ラッキースターおる。ラッキースターおるって擬人法にしてもた。ラッキースター馴染みありすぎて擬人法使った。あ、In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. あそこアトランティックアイランドパークじゃないんか？警察署？うわ、終わってもた。シャープ2で終わってもた。一気にやればよかった。こんな短いんやったら一気にやればよかったわ。まあまあまあ、こんな感じです。いやーでもチェイスなくてちょっとよかった。チェイスしんどいからね。うん。いやーよかったよかった。いやーでもちょっと、後半はかなりあれやな。怒涛の展開やったね。チャドがちょっとあれやな。ちょっとキーなんかなと思って。パッケージにもなったから、リトルチャドが。うん。チャドが結構なんていうの、刃物とか持って追いかけてくる感じかなと思ってたけど。チャド最後目光らせて最後出てきただけで。なあ、シルクハット2期。シルクハット2期があの、あれやった。ちょっと、メインボスみたいな感じだった。うん。あいつなんなんやろね、ほんま。まあ、でも最後あれか。なんか、殺しちゃったんかね、ほんまに。キャラムの、なあ、姿最後映ってなかったから、あれも幻覚の可能性あるからね。まあ、でも、やとしたらキャラム何で死んだんかっていう、まあ、行方不明か。行方不明になったんかっていう話やけど。それはちょっとどうなんかわからんな。うん、まあ、ちゃんとその理解しとけばわかるんかもしれんけど。それかもしくは濁しとる感じなんか。どっちなんか俺にはわからんけど。うん。いや、これはちょっとおもろかったな。はい、ということで、ザ・パークやってまいりましたけれども、いや、楽しかったね。うん。ヘイングの遊園地で結構アトラクション三昧みたいな最初おもろかったけど、いやちょっと魔女の家結構怖かったよな。もうなんか、なんていうの、同じ部屋ループしすぎて、最後頭おかしくなりそうやったけど、こっちが鬱になるわみたいな感じやったけど、いやでもちょっと楽しかった。最後ちょっとなんていうの、謎を含めた感じ。うん。もうあれも気になるけどな。うん。まあ、ちょっと考察ちょっと得意じゃないんで。ちょっと見ている方にお任せしますけれども。はい。そんな感じで、いや、非常に面白かったですね。はい。ということでね、ザ・パーク、ここまでとなります。ちょっとなんていうの、内容のな、長さちょっとわからんかったから、シャープ2で終わるっていうなんか中途半端な感じになってもたけど、はい。まあ、前編後編みたいな感じで、ね、見てもらえればと思います。はい。ということで、ここまで見てくれてありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。